ハンドルが右側についてる、座席が右側にあるということについて、まあペーパードライバーの人も初心者の人も、まあすぐにも道の真ん中を快適にまっすぐに走りたいわけです。しかしまあそれがなかなか思うようにはいかない。まあその一つにハンドルが右側にある、まあ車の幅が広くて右側にあるから、まあそういう意識がどっかにあるわけですね。そして自分の位置を気にするわ、車、自分の乗ってる車、運転してる車の位置を気にするわけです。左寄ってるんじゃないか、右寄ってるんじゃないかと。まあしかしハンドルの位置というのは、まあ、結論から言えばそんな問題は関係はないです。まあ、そして日本のように車は左側通行で対面通行のところは右側にハンドルがあった方が安全で走りやすいし、アメリカのように車は右側通行であれば左側にハンドルがあった方が走りやすい、まあ何もなくてもう対面する車もないところであれば真ん中にあった方がもちろん走りやすいと思うんですが、そしてまあ道をまっすぐ走ったりそういう技能のことに関してハンドルの位置はもうほとんど問題はないということですね。それは何でかというと、それをちょっと説明します。これが道があるとします。まっすぐな道やね。でここに真ん中に、まあ、棒が立ってると思ってください。こういう棒がね。でこっから歩いていくとき、歩いて行ったり自転車乗ったりするときはこの真ん中行け言われてもさっと誰しも簡単に行けるわけですね。こっち行ったりあっち行ったりしなくて、車いうのはこう幅が広いわけですね。で運転席はこっち側にある。でこっからこの真ん中を見て歩いていく時と同じ感覚で自分がそこに向かって、その棒だけ見てそこへ向かっていけば、こう車は左へ寄ってしまって自分がここへ来てしまう。それか自分がまっすぐこれ向かっていけばこうにならずに車の中心がそこに行って自分はここに来るのか。まあこういう質問すると、まあほぼ 100% の人が自分が歩く時と同じ感覚で行けばこういうふうに車が左寄って自分がそこに行きますと答えられます。しかしまあ答えはこれではなくて、車のこの中心がこのここへ行くわけですね。で自分は若干右にハンドルの位置の通り、ここに座席の位置の通りここへ来るわけです。運転してる自分がもうここ棒を見て歩いていく時と同じ感覚で行ってんのに車の中心がそこに行っていくということは、なぜこんなことが起きるのか。まあそれはちゃんと理由があるんですが、まあそれをこれで説明したいと思います。だから歩く時とか自転車に乗ってる時というのはどこ見て歩いてますかと質問すると、まあ誰しも前見てます、まっすぐ前見て歩いてます。もちろんそうですね。まあたまにはキョロキョロするけど、ずっと横向いて歩く人なんかいないし、歩きにくいわけですから。そしてまあ車屋でも同じ質問します。どこ見てますか、前、まっすぐ前見てますと言われます。しかし車の座席に座れば、座った瞬間にこうやや左向くように本能的に左向いてしまうんですね。まあそれはまあコンピューターも賢いんですけど、人間の脳はやっぱりすごいなと思います。まあ歩いてる時の体の幅というのは、まあ自転車もそうですけど、まあ自分の幅と同じ、こんな幅ですね。だけど何かこういう大きな枠、車の中に乗ったりしてこう大きな枠の中に入れば、その入った瞬間に瞬時にもう幅というのはもう頭では把握するわけですね。そしてその幅の中心を通して前を見ようとするわけです。まあこれは不思議ですけど、そういう能力があります。まあ自分で実際車に乗って確認してもらったらすぐ分かると思いますが、まあこれが車としたら、こうとこうかな、こうは見ないですね。座った瞬間に中心を通しています。どこに座っても一緒ですね。左側に運転しない助手席に座った80のおばあさんでも、座った瞬間にまっすぐではなくてこっち向くわけだね。こっちを見ます。そしてもっともっと大きなバスの運転席とか幅が広いダンプカーの運転席に座っても、初めて座る人でも40年のベテラン運転手でも、座った瞬間にこの幅の中心をどこに座っても見るようになって、本能的に見るわけですね。そういう能力があるわけです。
だからどこにハンドルがあってもいいわけですね。もうヒラメと一緒だと思ってください。ヒラメの幅は広いですけど、目がちょっとずれとるわけね。しかしもう体の幅はもうしっかり把握してるわけですから、もう車も全くそういう意識で運転してもらったらいいです。運転席の位置がどこにあろうが、自分が行きたいとこへ向かっていけば、ちゃんと車の中心がそこに行くようになってますからだから、そしてこう一度遠くを見て、でパッとボンネットを見てください。ほんならもう無意識、何の意識をしなくてもボンネットの中心を見ますから、自分の前々を見ようと思えばすごく意識してこう顔をこっち向けないと見れないですね。どこに座っててもパッと真ん中を見ます。だから運転席はもう真ん中にあるもんだと思って運転してもらえばいいわけです。自分が行きたいとこへ行けば、ちゃんと車の中心が行くということはそういうことですね。そしてまあこれが一番大事なんですが、こう狭いとこ、狭い道を走るときですね、ここに駐車車両があって、こっち側に対向車が来て、この真ん中、狭いとこを真ん中行くときです。初心者の人とかよく事故をする人はどういう目線になってしまうかというと、やっぱりこういう気になるものを見てしまいやすいわけね。行けるかな、こっち当たらへんかな、こっち当たらへんかなと思ってこれを見てしまう。しかしさっきも言ったように、真ん中を見てそこへ自分が歩いていくのと同じ感覚で行けば、ちゃんと車の中心が行くわけですね。だからここを見てほしいわけですね。この真ん中を意識して見てほしい。いくら狭くてもですね、もうギリギリでも真ん中を見ないとダメね。しかし真ん中だけ見ていけ言われてもやっぱり怖いですから、この真ん中を見ながらチラチラこれに目を配るのはいいですけど、この真ん中を意識せずに先にこれを当たらへんから当たらへんからで見てしまうと、こっち当たったりこっち当たったり、まっすぐ真ん中走れないですから、まあそれが見方がうまくなれば安全な運転ができるようになる、上手になるということです。だから見るところを常に意識して練習してください。それがもう一番のポイントです。